皆さんこんにちは、バックアンドリー裸の音です。冬山、雪山を、まあ、どうやって始めたらいいかっていうところをちょっとご説明をしたいと思います。まあ、これはですね、まあ、いろいろ人それぞれいろんな始め方があるので、まあ、その人に合った始め方っていうのを自分で見つけていくしかないんですけども、まずは誰か周りの人の中に雪山冬山を登っている人がいたりとか、あとはまあ会社お勤めでしたら会社の中の上司であったりとか先輩であったりとか、まあ同僚でも後輩でもいいんですけども、もう冬山雪山を楽しんでいる人がいれば、まあいろいろアドバイスを受けながら、登山をの準備をまずしていただいて登山をしていただければと思います。で、まあそういった方がいないという方はですね、もう雪山冬山はですね、夏山と違ってかなりリスクというのもあります。寒さであったりとか、あと雪に対するですね、対応であったりとか、雪や氷っていうのは非常に滑りやすい、傾斜がきついところで滑ってしまうと、もうそれは即滑落であったりとか、何か道に迷って、わからなくなると一晩山で過ごさなきゃいけないんですけども、それが夏の気温がですね、20度とか25度とかっていう気温の中で一晩過ごすことと、マイナス10度、20度の世界で一晩過ごすというのは全然違う環境になりますので、まあそういった中で生きていかなきゃいけないっていうことで、その技術っていうのを身につけなきゃいけない。その知識、経験と同じなんですけども、身につけなきゃいけないので、できればもう登山教室、まあうちでやってる登山教室であったりとか、他のなモンベルさんであったりとか、登山ショップでやってる教室とか、そういうものに参加したりとか、あとはガイドさんにお願いをして、冬山雪山に最初の取っかかりですね、いろいろ習いながら始めていただければなと思います。で、またそういうことも、まあ一つですね、まあ人とのコミュニケーションっていうのが必要なんですけども、僕が見てる感じでは、まあこの人とのコミュニケーションっていうのと、自然とのコミュニケーション、登山をしていると自然とのコミュニケーションっていうのが、大事なんですけども、その人のとのコミュニケーションも、自然とのコミュニケーションもちょっと似たところがあって、やっぱり自分からですね、心を開いてやんなきゃいけない。心を閉ざしてるとですね、人とのコミュニケーションも下手だし、そうするとやっぱり同じように自然とのコミュニケーションも下手っていうような感じを僕は個人的に感じています。で、僕もそんなに人とのコミュニケーションっていうのがすごい得意っていうわけではないんですけども、まあ山の中ではいろんな自然を観察して五感を働かせながら、できるだけいろんな情報を自然の中から得ながら、まあ会話をするというか、実際に喋るわけじゃないんですけど、まあ対話をしながらですね、登山を楽しんでいる。まだまだ足りない部分がたくさんあるとは思いますけども、これはパラグライダーっていうのをやってた時から、もう空を飛んでた時からも同じような感覚があります。自然がダメって言ってる時はダメだし。で、いいよっていう時は一緒に楽しむというか、楽しませていただいたりとかしてたような感じで、それもおそらく人とのコミュニケーション、僕は、パラグライダーをやってた時は、先生がいて、その仲間がいて、その中でいろいろ学びながらやってきたんですけども、そういうこともしないでさあ登山っていうとなかなか難しいかなっていうこともありますので、ぜひですね、まず登山教室的なものだったりとか、そういったものから参加をして、いろんなコミュニケーションっていうのをしながら、で最終的には自然とのコミュニケーションっていうのはできるように、頑張っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。まあそのためにはですね、まずは登山教室とかに参加してください。でもし、周りの人で、登山経験豊富な方がいれば、その方に同行してもらったりとか、同行させてもらったりとかっていうことをお願いしてみたりとかしてみてください。一人、たった一人で始めるっていうと、結構冬山の場合はですね、なかなかリスクがもあるし、わからないところっていうのが結構あると思いますので、で、うちでは、登山教室、まあ基礎講座っていうことを、この10月からですね、やってるんですけども、まあ10月、11月、12月、で1月も今募集してますんで、そこの講座にまず参加してもらって、まあいろいろ僕がですね、僕の経験の中で、冬山でこんなものをこういうふうに用意したりとか、こういうふうに始めるんですよっていうことを、まあ習っていただいてですね、それから相談していただきながら、まあ、冬山を始めてもらえればなという。で、また、実際に山に行く教室もありますので、まあ、そういうものに参加していただいても結構ですし、もし、ガイドさんとか、他の、登山ショップとかで開催している、そういう冬山の講習みたいなのがあれば、まあ、積極的にですね、参加してもらうという感じで始めていただければいかがでしょうか。で、必ずですね、その準備っていうのが非常に大事で、まず装備ですよね。そういったものっていうのを、まあ、お金もかかるし、いろいろ分かんないことも、クリアしていかなきゃいけないんですけども、そこをやっぱクリア先にしなきゃいけないっていうところから、しっかりとですね、冬山準備を整えてもらえればなと思いますので、まあそんな感じで始めていただければなと思います。で、もう北アルプスはですね、
まあ、富士山も含めてもう冬山のシーズンに入っています。もう積雪があって降雪があって、そろそろもう寝雪になってですね、冬山もう真っ盛りになっているんで、まあ、この週末今度の3連休もですね、登山に行かれる方は多いと思うんですけども、もう北アルプスや高山帯、特にもう森林限界を超えるようなところはもう雪山冬山の装備を万全にですね、でまだ体がですね、その寒さに慣れていない季節ですので、今は厳冬期の寒さよりは暖かいんだけども、同じぐらいにですね、身に染みるような寒さになっていますので、手足であったりとか、まあ、顔もそうなんですけども、しっかりと保護して保温できる装備を整えて出かけるようにしてください。でまた雪が降っていなくてもみぞれであったりとか雨であったりとかっていう時も、結構もう気温が低い季節になってますので、そういった時に低体温症から凍死っていう事故っていうのも多発します。もうこの時期10月っていうのは、10月の登山っていうのは結構集団遭難であったりとか、そういった大事故につながるようなですね、凍死系の事故であったりとか、あと滑落ですね。雪もまだそんなに落ち着いてない時期ですので、滑りやすいっていうのもあるし、まあ、配膳歩行にもまだ慣れてない時期でもあるし、で岩の上にちょっと雪が乗ってるだけだと配膳もやっぱ効かないで、配膳をつけてても滑ったりとかスリップしたりとかっていうこともあるし、また配膳を持っていないなんていうのはもう持ってのほかなんですけども、そういう時の下りですね、下り非常に滑りやすいので、とにかく慎重にですね、登れるから登ったはいいけど下れないみたいなことが起きる季節なので、慎重にとにかく装備は万全な上で雪山を登るようにしてください。とにかくアイゼンとピッケル、それをまず使いこなせるかっていうことと、あとは防寒着的な、自分のですね、体温を維持するための道具っていうのが必要な季節ですので、その辺を考えて、まあこれから冬山を始めようという人は、まだ今の時期はですね、非常にリスクが高い季節ですので、雪が落ち着いてない時期ですので、まだちょっと待っていただいて、もう少し雪が落ち着いて冬山、自分の体もですね、冬の寒さっていうのに慣れてきた、まあ、年が明けた1月2月とかそのぐらいから始められるといいのかなっていう感じがします。それも一人で突然冬山に行くわけじゃなくて、必ず誰か同行していただくと、ベテランの人、経験者に同行していただいて、でそういう方が周りになければ、ガイドさんとかに頼むということで、冬山を始めてください。で、バックカントリー穂高でも冬山を始める方のサポートっていうのをしていますので、ぜひその登山教室にも参加してですね、そのどうやって始めればいいのかなっていうところを体感していただいて、それから始めていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日は冬山の始め方ということで、まあ僕が考えている始め方で一番理想的なのは、もうとにかく誰かに同行してもらうと。冬山経験者ですね、ベテランの人がいたら必ず同行してもらう。そのためには人とのコミュニケーションも大事だし、それが故に今度は自然とのコミュニケーションができるようになってくるんではないかなと考えています。それでは、
しょ。みんな持ちだ。じゃあ来年僕もやります。納豆。いや、鉄道掘り中です。動き分が増えました。さらに中を広げていきます。